校門から校舎までは、イチョウと桜の並木道が続く、神奈川県立川和高等学校は、神奈川県横浜市鈴木区にある全日制普通科の、県立高等学校。日本国憲法、教育基本法、学校教育法の趣旨に従い、民主的平和的にして、真理と正義を愛し、自主独立の精神に満ち、 秩序と敬愛と責任等をもんずる心身ともに、健全な人材の育成を目標とする。誠実勤勉出没誠実、勤勉、出没の興風にのっとり、健全な高校生活の実現を図る。積極的計画的に勉学に励み、豊かな人間性を培う。責任をもんじ、規律を守るとともに、自主自立の精神を養う。礼儀を失することなく、 互いに尊重し合う態度を身につける。心身を連磨し、気力と体力の増進を図るとともに、安全に留意する。余暇を善用し、個性の伸長と創造性の開発に努める。環境の整備と美化を図るとともに、公共の施設、設備を大切にする習慣を養う。2003年から2学期制50分授業を採用。月曜日は7次元。 それ以外は6次元である。2年次より分離に分かれる。3年次は半分近くが選択科目である。選択科目には、探求日本史、英語講読といった受験対策科目や芸術科目などがある。定期テストの他に、学校独自の実力テストが実施され、進路などに利用される。また、1年次から英単語や、 漢字の小テストが頻繁に行われている。授業では、独自の教材も多用されている。1年次から数学2の範囲に入るなど、授業のペースは早い。理系の国語は2年次からセンター演習に、数学は3年の前期で、全範囲を終了させ、大学入試対策に入る。体育祭、川祭、川祭饅頭、一つ食べれば川合格、二つ食べれば、 総慶大、三つ食べれば、ハーバードという宣伝文句のある川和饅頭は、川和高校名物として、文化祭で、文化祭執行部が販売している。老舗和菓子屋の息子が、川和高校に通っていたことからこの饅頭が、売られるようになり、以後名物として定着した。文化祭当日に二棟一階の生徒会本部で、販売されており、主に受験生に人気が高く、 販売時には行列ができるほどである。皇帝。県立高校では屈指の広さを誇る、図書室冷暖房完備の進路指導室庭園木々に囲まれたプール。奥に、弓道場がある6面ある、球技校を問いまでこそ、開発が進んだが、昔は田舎だったため、敷地は3万8000平方メートルと広大である。4月に決める。任期は1年。 カキの他にも、ストーブ係などの係や、学級委員がある。歴代校長著名な卒業生文化、芸能音楽教育、研究その他。ありがとうございます。